はい、皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは、KK でございます。じゃあ今回も風船軸やっていきますよと。もう早速読んでいきましょう。ベロボリーピヨットさんです。どうぞ。はい、どうも皆さん、はじめまして。デリバリーピヨットというものでございます。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。格闘統一でしたっけ？はい、そうです。どんな感じにパーティーの方は作ってきましたか？僕のこの好きなポケモン自体が格闘タイプが多かったんで、ほう、まあ格闘にしたんですけど、まああまりそのパーティー構成等は、まああの去年のあの動画とかで、まあのケケさんのポケモンをこう結構対策して、はいはいはい、それがこう全然違ったってことあったんで、あんまりそう、あんま研究とかあんま知ってなくてああしない方がいいと思いますよ。そうですね、あんま研究とかしないで、まあそんな感じで作ってきました。はい、お非常に楽しみでございます。はい、こちらもしっかりと独闘技で戦わせていただきたいと思います。あ、はい、今日は対戦よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、ということでやっていきますよ。お相手格闘統一ということで、格闘か、格闘ですねと、ははは、いのはいと、怒りざるか、こいつオーバーヒート覚えるんだよね、気をつけよう。気をつけよう、もう知ってるよ、怒りざる覚えるんだよ、オーバーヒート。なので、モロバレルは出しにくいね、アクロバットのルチャブルさんもいるし、エスパーのエルレイドもいるし、出しにくいんで、初手ハリー戦なわけにもいかずに、クロバット警戒をおそらくしてくると思うんで、まあ初手ハリー戦ぶつけるのが正解ですかね。で、裏のクロバット、ラスト一匹がゲンガーが正解か。いや違う。ルカリオがいるので、ルカリオちゃんがめんどくさいと、これは二度クイーンを入れた方がいいという感じになりますか。いや、ペンちゃん行きます。ということで、ハリー戦、クロバット、ペンドラ、この3匹でいきたいと思いますと。まあ、そんな感じになりますねと。それが一番ですね。では、対戦よろしくお願いします。頑張っていきましょう。まあ、初手だと、初手は多分ね、エルレかサルと、サル怒り、あ、豪華ザルの方ね、怒りたくて。はい、終わり。はい、終わり。知ってる。知ってる。だからハリー戦を初戦に持ってきたんでーす。すっと。ステロマキマキだから、ここは滝登りがいいのかな？滝登り打ちます。多分猫騙しや、豪華ザル猫騙しってあんま採用率が高くないか。まあ、ステルスロックだよね。知ってる。オッケー。ここは電磁波ミスだからね。滝登り打ちます。オッケーよ。まあ、ステルス、あ、ペンちゃんが、ペンちゃんがゴミになった。どうすっぺ。ペンちゃんと、アクロバットンゴミになった。うわ、対策してんなちゃんと。まあ、クワジェットで吹っ飛ばしてけ。もやもや気分を切り払いして。オッケー。よし。サル突破。まあ、サル突破してからだよね。こっからエルレかな。エルレかルカリオ。インフルかかってんのか、お前。お前インフルかかってんのか、どんまい。銃なんだっけ？ちょ、待って。いや、軽技だよね。銃なんルチャブルとかないよね。電磁波打ちます。追い風。いいね。いい技持ってんじゃん。残念。まひまひパニックを起こしていくよー。よし。ラムじゃなかった。で、殿下の宝刀、まひるみ、いきまーす。殿下の宝刀、まひるみアタック。ハリー戦頑張れ。まひるみアタックだ。なに脱出？あ、脱出ね。脱出か。攻撃しなくて正解だったな。最初のターン。オッケー。何がバビュレイト。来た。これはね、ペン捨ていきます。これペンドラ捨てます。ペンドラ捨てて、
追い風がなくなるもの、ペンドラステ、ハリー戦威嚇、ダメージを与え、黒バレ最後、貫くと。それで僕の完璧な作戦が決まるでしょう。ナイトだよね、知ってナイトな、ナイトナイト。ナイトだよね、知ってる、オッケー、いいよ。大丈夫。大丈夫。僕、信じろ。僕はお前を信じる。電磁波読んで身代わりか。メガホーンで突っ切るけど、身代わりは残したくない。身代わりは残したくない。いや、大丈夫でした。クロバット、すり抜けでございます。ああ、早い。しゃーないなぁ。しゃーないなぁ。しゃーないんで、もう、クロバットで、あ、そう、追い風してんだ。忘れてた。しょうがないなぁ。もう、クロバットで決めるよ、全部。しょうがない。もう躊躇してる場合じゃない。もうこっから一気にね、攻めてます。攻めていきます。ブレイブバード。さあ、こちらのが早い。すり抜け、貫通でございますよー。クロバットのブレイブバード、ドーン。あー気持ちいい。ハチマキブルバ気持ちいい。あー気持ちいいぜ。ハチマキブルバ超気持ちいい。あー。あ、ルチャブル、軽技じゃね？柔軟じゃなかったよね。あ、麻痺してるんだ。ここで麻痺が生きてくる。ブレイブバード。これは対戦ありがとうございました。ですかね？対戦ありがとうございました。いやー、気持ちよかった。ハチマキブレバ超気持ちいい。あー、超気持ちいい。対戦ありがとうございました。はい、対戦ありがとうございました。あ、ありがとうございました。いやー、気持ちよかった。ま、ねーもう。クロバット絶対来ないでと思った。ほんと来たわ。そうですよ。クロバットはやっぱり出ますね。まあ、初手猿はなんとなく読めてたんで、はい。まあ、ハリー戦で全然いけたんですけど。ですね。その後ですかね。なんだっけか。あ、追い風のルチャブルか。そうですね。あれ一瞬ね、柔軟かなと迷ったんですけど、あ、まあ、どうせルチャブルだから軽技だろうなと思って、ちょっと勇気の電磁波打っちゃったんですけどね。はい、ああ。ちょっと怖かったですけど。ダッシュ。こう攻撃してきてくれたらもう。そうなんですよね。ちょっと怖かったですね。惜しかったな。あそこでダッシュ2でエルレイドで。はい。無双が来たんで、ちょっと怖かったですけど。くそ。よかったです。まあ、ペンドラーは完全にステロスロックのせいで、ゴミになっちゃいましたけど。まあ、いい生贄になったんで、よかったのかなと。ですね。いやー、危なかった。格闘統一って意外と怖いポケモンがいたんで。あ、ちょっと危なかったですけどね。はいはいはい。初手猿も、猫魂ってやっぱ採用率低いんですか？あ、わかんないですけど、僕は、このサポート型のゴーカズルばっか使ってるんで。ああ。はい。なんか、ゴーカズルって僕猫魂のイメージが強くて、でもやっぱ採用してる人が少ないんで、ああ、はい、はい。どうなのかなと思ったんですけど、あんまり入れないんですね。どうなんですかね。そこら辺ちょっと僕も謎だったんで。あちょっと怖かったんですけど、猫騙しとかいろいろ。はいはい。まあ、とりあえず、楽しかったです。対戦ありがとうございました。ありがとうございました。今回は、この辺で終わりたいと思います。ではまた次回の実況でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。